とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ここ、行きたいと思います。これ、巨大城壁のデイリーチャレンジですね。報酬はもちろん、アーティファクトとなってます。ここのアーティファクトが、これなんですよ。花火、バジーネスと、色地雷。この3つ、となってます。花火はあるのよ。花火はある。255があるのよね。で、バジーネストも254ぐらい持ってたと思うんだけども、なくなってる。あったあったあった、バジーネストあったわ。あったあった、ごめんなさい。で、あれだ、色地雷。色地雷が、あのね、255があったんだけど、251しかなくなったんですよね。なので、今日の狙いは、色地雷だな。うん。もしくは、花火か、バジーネストの256。どっちかだよね。それが欲しいです。まあ、花火の256でもいいんだけどね。まあ、とにかく、やってみましょう。それでは行きましょう。ここも久しぶりするな。久しぶり、うわー！で、なるほどね。こいつらか。レッドストーンキューブはね、結構鬱陶しい敵なんですよね。どんなとこだったっけ、ここ。前哨基地の兵器を壊したりする場所だったっけ。ここだったかね、全然わかんない。多分ね、その兵器を壊すステージじゃないかな。どうでしょうか。はーい。できるだけ減らしておきたいね、おい。おい、ちょっと待て。よし。オッケー。これ、レッドストーンキューブの、これ、速さよ、ほんとに。ちょっと待て。変更ついてる。最悪だ。あぶね。で、デイリー3だからね。3は、ちょっとね、1や2とはね、段違いに難しいんだよね。なので、要注意で、やっていきます。おい、いた！危ない！極力ならね、旗は取りたくないのよ。本当は取りたくない。ここは。でも、一応取ります。何？モブ HP150%。きっつ。この難易度で、150% アップはきついんだ。で、レッドストーンキューブもともとね、動き早いんで、敵のね、速度アップが来たらね、結構地獄のように、追っかけてくるんで嫌なんだよな。あぶねえな。オッケー。ん？待って待って、なんかついてない？変更かなんか。違うか、気のせい。あ、気のせいだね。オッケー、こっち側にはいなさそうですね。オッケー、じゃあ先に進みましょう。うわー、またキャプテンいた。いなくていいんだけどな、ここは。うわぁ、ちょっとな、本当に嫌。オッケー。厳しいなぁ。じゃ、じゃ、まあ一応倒すよ。もちろんね。ここは倒していきますわ。ちょっと待て。エグいのがおるな。脅威がプラス1。奥にはもういないっしょ？いないね。いや、いるか。一応探すか。いなさそうだ。あ、いた！いるんかい！まあ、ちょっと待って。気づいて。あっぶね！オッケー。なんすか？あー、また脅威か。よし。もういなくていいけどな。先進みます。どんなところだったっけ、これ。うわ、ちょっと待って。ジオマンサーもいんの？おいおいおい、ひでえな、ここ。ジオマンサーどこ？あ、いた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 。ちょっと待って、マジか。変更ついてる。あ、でもよかった。1対1になると、ああここね、扉を開けていくタイプのところか。はいはいはい、わかった。いたー。
まだ嫌がったか。もういなくていいんだけどね、本当に。よし、オッケー。きつい、危ねえ。やめろよ。モブ速度きた。出たー。レッドストーンキューブに、モブ速度はね、結構えぐいのよね。これは厳しいかな。まあ、あとキャプテン2体。もういなくていいんだけどね。いった。一応気をつけながら先に進みましょう。強制戦闘ですね。ここが多分厳しいだろうな。 OK。 動きが早い。いやもう完全にねやりに来てるなこいつら。やべ、ちょっと待てよ、ちょっとやばい、イリュージョナーがいる。うーん、ちょっと待って、ダイナモ弓じゃないとちょっと厳しいよ。 OK。 うお、やべ、危ない、あー危ない危ない危ない。デスバーターなかったら死んでたな。危ないな本当に。もうね、本当このね、レッドストーンキューブの速さが尋常じゃないもんね。え、でも終わりじゃない、もうこの上にクリアか。クリアであってくれ。まだあるとかやめてよ。よし、オッケー。あっ、ねって。よっしゃ、多いな。最後の最後結構敵多いよ。いや、まだ終わりじゃなかった。マジか。終わりだと思ったら、多分ここまだ先があるよね。まだあるか。あ、ここか、わかった。あのキャプテンを探せのところか。はいはいはい。なかなか厳しいかもよ。うん。HP が 150% 上がってるキャプテンって多分相当な HP だもんね。まあ、倒せるには倒せるとは思うけど、相手動き遅いんでね。でもなかなか厳しい戦いにはなる、間違いない。よし、 OK。 やっぱ雪玉がねすごく役に立つ。雪玉超優秀で、ここはあれか。あ、分かった。奥から鍵を取ってくるところだ。ちょっと待って、風使い、もうちょっと前に来い。やべやべ、あぶねえ。ここは多分ちょっと難しいぞ。でも絶対クリアしよう。絶対クリアしちゃおう。あぶねえ。とにかく。あぶねえ。死ぬよ死ぬよ。もうダイナモ弓じゃないとダメージがほぼ入らんくなってるね。ひどいもんだ。よし。とりあえず、一部屋ずつちゃんとね、敵を全部消していこう。まさかキャプテンがいるな。嫌だな、ちょっと。でもまあ、倒していくか。おい、かてえな。あそこにいる？オッケー。ちょっとこっちに呼んでから戦おう。よし。オッケー。勝った。待て、これひどい。もう普通の攻撃じゃ倒せんからね。よし、で脅威が3ですね。難易度は上がってきた。あと1体いるけども、極力なら入れないでくれ、頼むから。いや、あぶなー。いけるかなこれ。まあまあ、極力、壁打ちをしていこう。よし。壁使ってね、ダメージを、あぶね、極力食らわないように、やっていきます。じゃあ、あとは、この奥の扉を開いて、んで、ボスだ。ちょっと待って、これ、この反応は、キャプテン内で。待て。えぐっ。
ってんの。おお、よかった、それを狙ってくれてありがとう。最後何、ナイトモードやめて。モブダメージ 190% 増加、一発食らうと間違いなく死ぬね、間違いなく死ぬやつ。あぶね、普通に倒せない、普通に倒せないよ。よし、いけ、うわ、あぶね、普通に風使いのあの技でも死ぬんだろうね。やべ、危ないって。いけっか、いけるね、よし。できるだけね、ダイナモ弓は敵が固まってるところに打ち込みたい。うん、無駄打ちはしたくないのよ。なので基本槍で集めて処理する、で無理ってなった時に打つようにしとかんとね。よし、 OK です。ではこの先にキャプテンがいて、そいつを倒して終わりだ。うん、ちょっとずつ行こう、ちょっとずつ。とりあえず元いるやつらをこっからある程度減らしておきたい。強制、ああ無理か、いないね。よし、行きます、強制戦闘。ちょっと位置取り重要だよ、この辺で戦うか。位置取りはものすげえ重要です。ちょっと待って、待て、ダイナモは極力トップ期待の、やべ、あぶれ、あーもう思わず使ってしまった、ポーションバリア。待てよ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 、極力身を隠して、待て待て、ポーションバリアないから。 OK、 いい、いやまだいる。 OK、 よし、お前だけか。でまだ出るのかい、まだ出るんかい。よし、このね壁をねうまいこと使わないと。槍使いじゃないよ、槍使いはこういうところで見せていかないとね。よし、 OK、 まだ、うわ来た、マジでか、ちょっと待て待て、えぐえぐえぐ、まさかの、あ、まさかのまさかの、エンチャのやつだ、あぶねえ。あ、もうこっから倒そう。うん、もうやけどとか持ってられるともう無理だもん、無理無理、ここで倒します。しかしむちゃくちゃ硬いね、全然死なん。よし、1体目倒した、全然死なないね。これガチで殴り合っても多分難しいやろ。速度上がってるんで、もともと足が遅くて全然倒しやすいキャプテンだけども、速いのよ、追いつかれる、これは無理だね。よし、終わりだ。よし、いけました、クリアだよね、クリアだね。よし、 OK、 では報酬見てみましょう。旗全取りだったな。それでは報酬をお願いします。地雷、地雷、花火か。はい、ということで戻ってきました。報酬が花火の254、弱いやつだったので必要ありませんね、地雷が欲しかった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。